60まで。あとどれくらいかしら。結構登ってきたし、そんなに遠くないと思うんだけど。 不気味なドアだね。どうする？どうするって、中に入る気？こんな明らかに不吉そうな場所に。だって何か大事なものとか役に立つものがあるかもしれないし。知らないわよ。さっきみたいな生首がゴロゴロしてても。怖いこと言わないでよ。 何なのか分かってねえみてえだな。ここは拷問部屋だ。ガキ、拷問？お前らもあの放送を見ただろ。誰か助けてやってくれ。あれはわしの妻なんだ。ガキどもは俺らを秘密基地から炙り出すために 身内を切り刻んで見せつけてきやがったんだ。まあ逆にドイツもこいつも塞ぎ込んじまって全く逆効果だったけどな。なんなのそれ。まるで誰かさんが考えそうな絶望的なアイディアね。分かったろ。この部屋は俺らの味わわされた絶望の象徴みてえな部屋なんだ。なんせ あの秘密基地にいた大人全員が。え？全員？誇張なんかじゃねえぞ。俺らは一人残らず全員ここで。じゃあガキどもは秘密基地にいる大人を調べ上げて狙ってその身内を拷問にかけたってこと。それがどうしたの？だっておかしいじゃない。 あの子供たちだけでそんなことができると思う？可能か不可能かの問題じゃねえ。あいつらは実際にそれをやったんだ。だから俺らも容赦しねえ。絶対にあいつらを許しちゃなんねえんだよ。きっとこっちは死体置き場だな。 ガキのおもちゃにされて壊された。なんなら見てみるか。あいつらの肩を持つ気が失せるはずだぜ。別にあいつらの肩を持つ気なんてないわよ。ただちょっと気になっただけで。お前らは先に言ってろ。俺はもう少しここに残る。ここのことを 他の連中にちゃんと伝えなきゃなんねえからな。ハイジさん、気持ちはわかりますけど、あの子供たちも自分の意思ってわけじゃなくて。もう行くわよ。あ、でも深川さん、どうして ハイジさんにはちゃんと洗脳のことを言った方が。あの状況で言っても聞く耳持たないわよ。むしろ逆効果よ。
妹のこととか。それはあんたの妄想の話でしょ。妄想と現実をごちゃにしてんじゃないわよ。それになんかいろいろと引っかかるのよ。引っかかる？だっておかしいじゃない。基地にいる全員の身内が被害者なんて。いくら優秀なガキどもだからってどうやって基地に隠れてる全員を調べたっていうのよ。まったく、なんかいろいろと気な臭くなってきたわね。でもここまで来て引き返すわけにはいかないよね。きっと大丈夫だよ。私と深川さんならなんとかなるって。そうね、そう信じて進むしかないわね。ハイジさん大丈夫かな。人の心配してないで、あんたは自分の心配をしてればいいのよ。様が近くに。え、どうしてわかるの？匂うのよ。ビュクヤ様の香ばしくもかぐわしいフレグランスが大衆がきつくなったってこと？変な言い方しないで。まるでビュクヤ様が臭いみたいじゃない。あ、待って、臭いビュクヤ様ってのもいいわね。それはそれで我々にはご褒美よ。我々って誰？とにかく近いのは間違いないわ。だけどまずは鍵を手に入れないとね。分かってるわよ。屋上のヘリにいるモナカってガキでしょ。けど行く前にちょっと栄養補給よ。ここを作戦会議室にしてたのね。雰囲気を出すために不気味にしたんでしょうけど。わかりやすすぎるわよ。まあガキどもの演出力なんてそんなもんでしょうけど。深川さんの意地悪さって味方だと心強いね。ちょっとトゲがない。あの玉座の裏に隠し部屋とかあるんじゃないの？玉座と隠し部屋ってセットだもんね。本当に隠し部屋みたいね。もしかしてこの奥に戸上さんがいるんじゃない？いかにも人質を閉じ込めておきそうな場所だし。あ、深川さんもう行っちゃったの？
部屋やら隠し通路やらいかにもガキが考えそうなギミックね。違って殺風景な通路だね。このはしごなんか怪しいよね。けど白夜様は倉庫に閉じ込められてるのよね。はしごで登る倉庫なんて不便す。とりあえず行って確かめてみよっか。純子の写真じゃない。え、この人が江ノ島純子なの？なんか思ってたのと違うな。普通のかっこいい女の人に見えるけど。な、何言ってんのよ。こいつのせいでどれだけの人間が死んだと思ってるの？ごめん、そうだよ。それにしても薄気味悪い部屋ね。これじゃ本当にカルト宗教じゃない。何かあったの？うん、これ見て。この江ノ島純子って人と一緒に写ってる女の子。なるほどね。道理で性悪そうな顔してる。そう？普通のいい笑顔に見えるけど。だからよ、江ノ島純子と並んでこんな顔ができるなんてまともなわけないもの。こんな写真を大事に飾ってるってことは、この隠し部屋はそのモナカってやつの部屋ね。二代目江ノ島純子なんて言うだけあって、心の底からあいつを崇拝してるみたいね。でもなんか変じゃないかな。何がよ。まさかまだ例の妄想話を引きずってるの？そんなに気になるなら。まったく、隠し部屋だから白夜様がいると思ったのに、とんだ無駄足だったわね。
感だとそろそろ最上階なんだけど。意外と当たってるかもね。あの螺旋階段、いかにも屋上に繋がってそうだし。ここ、鍵がかかってるね。今度こそ間違いなさそうね。白夜様が閉じ込められているのは。あれ、取り乱さないの？ドアにすがりついてワンワン泣き叫んで鼻水と涙でぐちゃぐちゃになったりしないの？確かにやりそうだけど、そうやって他人から言われると気分悪いわね。目的が目の前にある時こそこのぐらい井戸のような冷静さが必要なのよ。薄気味悪い例えだね。とにかくぬか喜びなんてしないわよ。その時は白夜様の胸でワンワン泣き叫んで鼻水と涙でぐちゃぐちゃになるかもしれないわね。大丈夫？嫌がられない？嫌がるわけないじゃない。あんた男心がまるで分かってないわね。もっと恋をしなさいよ。女は恋で磨かれて綺麗になるのよ。あ、覚えておくよ。袋持ってだい。あれだよ、あの大きなヘリがエクスカリバー号だよ。あれって飛べるの？ほとんど豪華客船じゃない。雑魚どもよ、とっとけ、あいつで終わらせるわよ。
わね、いい加減にしなさいよ。当たり前じゃない。大丈夫、あんたは自分の心配してなさい。やっと邪魔がいなくなったわね。あとはあのヘリに乗り込むだけだね。とっとと終わらせに行くわよ。私に起きたことって本当にどれも最悪な出来事ばっかりだったけど、でも深川さんと出会えたのは別だよ。私本当に深川さんと会えてよかった。 いきなり何言ってんのよ。そういう話は全部終わった後にしなさいよ。あ、そうだよね。多分この奥の大きなホールにモナカって子がいるはずだよ。
だけの思い出じゃなくて、また、えへへ。もう。でも、その、嬉しかったわ。
Wait.